固体涼子チャンネル。毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、固体涼子です。1分ノーベル物理学賞解説。2006年は、ジョン・シー・マザーさんと、ジョージ・スムートさんで、受賞理由は、宇宙マイクロ波背景放射が、黒体放射の形を取ること、及び、その非等方性の発見です。宇宙マイクロ波背景放射ってのは、宇宙全体から、約3ケルビンに相当するマイクロ波が飛んできてるってので、1978年にノーベル物理学賞を受賞したベンジアスさんとウィルソンさんが発見しました。二人は、コービー探査機を宇宙に打ち上げて、背景放射の詳細を調べ、背景放射のスペクトルが 2.73 ケルビンの黒体放射と一致すること、温度は完全に等方的じゃなくて、10万分の1くらい揺らぎがあることを明らかにしました。この結果は、ビッグバン宇宙論を強く支持してて、この発見から、ビッグバン宇宙論が、宇宙の始まりとして正しそうと考えられるようになりました。観測された揺らぎがあったから、宇宙に天体ができるようになったって考えられてるみたいです。ちなみに、2006年は、冥王星が準惑星に分類された年です。ほなまた次回。